8月22日、町金山町にある大阪大学総合学術博物館で、レゴブロックでワニを作る体験教室が行われました。これは、町金ワニ化石が国の登録記念物への登録が認められたことと、化石の発見50周年を記念し行われたワークショップです。この日は、豊中市内の小中学生およそ20人が参加。レゴブロックでマチカネワニを制作した大阪大学レゴ部の部員らを講師に迎え、参加者は2人1組になって用意されたブロックを組み立てていきました。まず説明書きを参考にブロックとモーター、センサーなどを組み合わせワニの形に仕上げていきました。続いて様々なブロックを組み合わせながら飾り付けを行い、およそ1時間30分をかけてそれぞれのアイデアが表現されたワニを完成させました。なんかかっこよくてなんか強そうなワニを作りました。2人で作りました。すごく楽しかったです。